新潟は長岡市で開催される長岡花火にね今年も参戦します。あーちゃんとかねもう T シャツをさそうもうね布団大好きだからアリチの魔女になれる帰るかもうそこにバニラはいない。当たり前だけどもうバニラはいないのよ。ハンバーガーのピクルスが美味しく感じられた時それが本当に大人になった時だと俺は思う、君の人生は明日変わるよ。あ本当に、うん、人生変わる。人生変わるね。安いなその言葉。人生変わるついてこい俺に人生変えてやる。安いな。どうもバンドです。あかりです。いやというわけでね、はい、朝ね6時前に起きて、はい、今ね何時だ今7時前ぐらいか、うん、今7時前ぐらいでね、うん、あった俺の時計、はい、あったぞあった6時45分だ。はい、白馬村はね、うん、もう八方尾根のねゴンドラの乗り場に来たんですけど、はい、今日今からねちょっとねハイキングするんすよ。そうハイキングするんですよ。ハイキングだけするんです。登山はできない。いろいろあってね。そうなんです。僕ずっと北アルプスの唐松岳っていうね、うん、山にね登ってみたかったんですけど、テント泊する予定だったんですけど、うんうん、今日の夜がねなんか登山指数みたいななんか天気がねちょっと良くなくて、うん、おすすめできないよみたいな感じだったんで、はい、まあ諦めたんですけどテント泊は。でもこの上にあるね八方池っていうねめちゃくちゃ絶景があるんですよ。もうそれを見に登山とは言わないけどもハイキングだけやりに行こうと思います。マジ、はい、悲しいなここまで来て。しょうがないじゃん。えちょっとご縁が今回はなかったっていうことでね、うん、ハイキングだけ頑張ろうね。ね、嬉しそう嬉しそうとはいえちょっと結構並んでるんでもうゴンドラも、うんね、ちょっとね行ってきます。行ってきます。行くぜ。おー今日はやる気だぞポッパビなにこの人地元のアウトドアショップ小さすぎてこれしか売ってなくてさすごい水色になっちゃった。マダムすごいマダム。登山に行く予定だったから、結婚式も控えてるしちゃんとこういうのもしとこうと思って買ってみたけど、はい、今回からこの杖が導入されたからね業者さんに山登ってきてくださいってもらったすごい山にね、イカスタがってる視聴者さんイカスタがってるわあ、すげえ。面白い。なんだこれ。ドラゴンボール味がある乗り物に乗って。これとリフトをね乗り継いでね、もう1800m ぐらいまで行くんだ。すごいね。そうだからもうわざわざ歩かなくても一気にもうね天空の世界に行けるっていう。あすごいいいね。そう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 。お金の力だね。お金の力。おお。マジでジェットコースター。怖い怖い怖い。登れるんじゃないじゃん。可能性はあった。テント泊まれたんじゃないかこれ。はいどうぞ。よいしょ。おー、はい、最高すぎる。あむっちゃ気持ちいい。あすごいね面白い。やばいな。むっちゃ気持ちいい。すごいね。楽園のような。確かにまあテント泊もね醍醐味だけどね。まあ、これさっと行ってね。まあ、さっと帰るのも。よくはないな。いややっぱ上でね泊まりたいけどね、まあしゃあないね天気悪いからね。ダメか。やっぱ今日はねもう絶景を見に行くんですよ。神秘の池。おー八方池っていうね。八方池。そう俺それ景色がずーっともう10年ぐらい見たかったから。そうなの。そうもうそれさえ それさえ条件よく見れれば私はもう悔いなくここを後にすることができるでしょう。あそうなのか、はい。ただ見れなかったらもう私は野宿でもしましょう。野宿でもしましょうか。絶対行かん。ありがとうございます。またリフトだ、ね、めっちゃ上行けるやん。いやもうすごい気持ちいい。
さっきさ、なんか乗り場にさ天気予報貼ってあってさ、貼ってあったね、12時からやっぱり崩れそうだった、雨と雷だったやっぱ無理だったなんか諦めがついたわ諦めがついた。ありがとうございます。道が分かれてるぜ。木道か尾根道、尾根の方が綺麗そう。よし、こっちに行こう。やっぱり絶景をね、できる限り見ていきたいね。おー、うわ、やべえ、すごいね、やべえ、美しいぴったりだな。あーちゃん、おー、美しいね。おー、どうよこれ。ここでええやんって感じ。ここでええやんじゃない桜綺麗めちゃくちゃ綺麗だね。ドッカーンって登りやすい。それ、これね、なんか良さそう。ほんと、まだ使い方よく分かってないけどYouTube 見ただけだからよく分かんない足が少し楽な感じはまだ分かんないけどする気がするめちゃくちゃ分からんなそれよいしょ、よいしょ、気持ちいいな岩場を登っていく感じがする。プロポールめっちゃ楽プロポールいいな。落差に気づいたか。うん、この先ね、待ってるからね、じゃあ、絶景が、神秘の池が待ってるから、めっちゃ楽しみや。あちゃん、やばいよマジで、人生変わるよ人生変わる、こっちゃんの人生変わるから、もうラーメン一杯でも行っとる1時間でしょ。そうだよ、1時間登ったらケーキ3つぐらい食べても問題なさそうだなケーキ3つ食おうぜ。ケーキ3つ食べていいの？終わったらケーキ3つ食おうぜ、あいちゃん。あいちゃんのおごり。なんでなこっから木道だ。よいしょ、ふい、結構登ったな。すごい、なんかさ、なんか雲が雲がさ、うん、なんかだんだんこっち側が真っ白になってきた。ガスってきちゃった、こっち。あ、いや、やばいな。こっちはめっちゃまだいける。急がすってほしい。ね、やめて、その呪い。その呪いやめて。よいしょ。また山見えてきたぜ。よかったよかった。終わったかと思ったさっき。蹴るんだって。自撮りしやぜ。お、結構俺上手くない？自撮り。うまい。ね。どんどん上手くなってきたな。自撮りがすごい上手くなってる。自撮り用。自撮り用。後ろすごいガスってる。後ろすごいよ、もう。おー、なんだここ。マリオカートみたい。うわー、興味ない。よし。あの先だな。きっと。よし、神秘の池、あの先だ、あちゃん。どんどんガスってきてる。神秘の池が待ってる、あちゃん。人生変わるから何も見えんくなってきた何も見えんくなってきた不安、不安すごい。あれが神秘の池だ、八方池だ。おーおおなんか、思ったよりね、神秘これ大丈夫大丈夫、ついてこい。そっち何があんの？信じる者は救われる絶対綺麗ね、景色になるからじゃん。めちゃくちゃガスってるぞ、そっち大丈夫だ、俺も信じろ、人生変わるから帰ろ。神秘の池、神秘の池目の前だから晴れる、俺も信じろ、そっちガスってる、俺も信じろ、人生変わるから俺も信じてくれ、行くぞ。神の導きなんですね山が見えてきたぞ。やばい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 。晴れなさすぎてツナマヨと七チキ食べる。塩むすびと七チキ。
チュッシーン。おお、こんな感じか。おお、きれい。ここで完全にもう風のない状態で、あの雲がバーってどいてね、晴れてくれれば完璧にやちゃん。なるほど。でもすごい綺麗。この時点で綺麗。もう勝てるよ、ね。これであとは山が見えたら勝てるね。ありがとうな。ありがとうな。残念だったね。ねえ。いやー、見放されたんだ。もう見放されたんだ、ベンに。いやだから本当2時間粘ったけど、うん、いろんなね状況が悪くなったりとかして。そうだな。結局取れなかったね。あー、残念。まあね、もう一回ね。行ったりしたんだけどね。もうなんかダメかっつって諦めかけて、その時みたいな感じがあると思って。そうだね。そう、もう一回行ってなんだけど、なんか微妙で、まあ、うん、しょうがないね。そうだね。まあもう一回来ればいいね。まあ一人で行ってもらって。もう一回来ればいいね。まあでもいつかね、いつかまたリベンジします。そうだね、またいつか。はい、まあ、2時間粘ってダメだろ、もうダメだよな。まあ今度はね、もうちょっと頑張って。そうだな。早めに行ってみよう。1時になってしまった。ね。予定が大幅に狂っている。ね、狂っちゃったね。お昼ご飯も食べれていない。ねえ。よし、歩を進めよう。そうしよう。俺たちの旅はまだまだこれからだ。カフェに来た。ご褒美だな。ろくに成果も出してねえけど、ご褒美だけは一丁前に食べる。本当にそう。すげえな。すごいね。何これ。何これ。ご褒美だからね、やっぱりスペシャリティなものにしなきゃなと。何を成した我々は今日。すごいね。すごい。季節限定、うん、限定20食のブルーベリータルト、うん、おすごいよ。いやいや、もうほぼブルーベリーな。なんかデカ盛りスイーツって感じがする。ねえ、すごい。いやもう限定20食だからもうないかなって思ってたけど、あったわ。神は味方してたわ、私のこと。俺だけか見放されとったの。すごい丁寧な暮らししてる人っぽいやちゃん、この絵面。丁寧な暮らし。さすがだな、ちゃん。感謝忘れない。Tシャツだけがダサい、この空間で。履きます。どうぞ。うわ、すごい。このチャンネル史上一番おしゃれな絵になっている。このチャンネル史上一番おしゃれ。間違いない。いただきます。どうだ。カーペンターズで踊ってるぞ。どうだ。めっちゃうまい。ほんと、こんだけブルーベリーが密集してるから、うんうん、結構主張激しいのかなと思ってた。はいはい。そんなことない、全然。しっかりブルーベリーの酸味と甘みしっかりしてて、このタルトもね美味しい。そうだからすごいね、すごいこう絶妙なハーモニーが。おい、それハーモニー俺の技だろ。じゃあ口の中でわー。じゃあハーモニー俺の技だぞ。俺の困った時にやれ、差し置きだぞ。いいね。一口あげたいけど、うん、めっちゃあげれんわこれは。じゃあ言わんでよかった、言わんでよかったよ。
食べに来るのはケーキだと分かってたからね、うん、もうさっきコンビニでうどん食ってきたんで、そうそう食べてた隣でめっちゃ食べてた、チーズ丼食ってたんで、いただきます。そう、しっとり系だね。へえ。でもこの生クリームさっぱりめで、はいはい、大人のチーズケーキって、あ最高、ご褒美って感じ。おやっぱり今日頑張ったからね。あ、そうそうそう、頑張った頑張った、頑張った頑張ったことが大事だよ。そう、頑張ったことが結果どうでもいいんだから、家庭が大事なんだから。うん、また今も登るしないじゃんな。そうだな、またリベンジするからな。ね、しまった、そうだなって言っちゃったテンション上がりすぎてて。すっげー降ってきた。雷もすごい。デジャブ？デジャブ？これ。ちょっとあれだ。ろくに何もしてないのに、なんか高いケーキ食べたから神が切れた。神が切れた。何も言えねえ。すいません。美味しかったです。ごめんなさい。もう晴らして。いやなんかね、この後ね神社行こうとしたんですよ。そう、戸隠来たからね、せっかく。そう、せっかくだからまた行ってみるかって言って、戸隠神社行こうとしたらなんかこれらになった、まあ、とりあえずちょっと進みます。はい、おー渋いね。ねえ、なかなかいい味してるね。ねえ、ね、なんかいい。おー、レトロやつ。わけでね、はい、野沢温泉にね、うん、来たんすよ。そうだね、野沢温泉なんか有名だよね。有名、なんか名前だけ知ってるよね。なんかすごい有名なところだ。なんでかわかんないけど、うん、野沢穴のとこだよね、多分ね。多分そうだと思う。そう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 、野沢温泉は、うん、奈良時代に温泉が発見されて由緒あるのだとか。おえなるほど。外湯って言われるいわゆる郷土浴場が13箇所あると、うんうん、あ、すごい。わかりますか、郷土浴場。はい、草津とかで入ってよね。それなんか結構ね、あのネッカみたいなところでは、はいはい、もうあの住人が管理してくださってる、うん、観光客も入れる温泉があるんですけど、ありがたい。そういうところが基本的に無料開放されてると、住人には。ほうほうほう。で、観光客も入れるけど、まあ気持ち程度のお金を入れてみたいな、うんうんうん、ただ爆発らしくて、はいはいはい、はい、前草津もやばかったもん。うん、待って、やばい、チンチコチンだったよあれキッとでってれー、卵卵だ。なんか山崎でね、うん、ダメ元で卵ありますかって言ったら、あった。あった。商店とかがね、もう結構閉まっちゃってたから。ええ、入れるとこなんだよね、うん、なんか。温泉でなんか温泉卵作れますよ的なところがあるから、うん、入れて、温泉入って、うん、湯上がりに、温泉卵食うと。わあ、すごい、最高だ。完璧だね。完璧な。天才だわ。もう今日天才。今日天才です。あ、ここだ。ここだ、ここ。松葉の湯。ここが目をつけていたところだ。すごい。見て。ここで洗濯するのか。お、そういうこと？すごい。はい。温泉卵。あ、あ、これじゃないかい？あ、これに入れるのか。うん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 。おー、あ、入ってる入ってる。お願いします。では。入れてみましょう。先生、お願いします。取られないかな？これ大丈夫かな？卵泥棒がいる。おー。熱そう。ねえ、入れますね。着水。よっ。だいたい18分ぐらいだっけ、20分だっけ、そんなもんだね。20分ぐらい、うん。はい、じゃあというところで、行くぞ。よし、写真撮っといて。あ、まあそんな時間ないよね。あんたさ、後でいいから、後で。とりあえずお風呂、とりあえずお風呂。あ、すごい綺麗だね、なんか。しっかりしてそう。おー、じゃあ2人分。はい。はい。また後で。またね。じゃあな。バイバイ。いや、もう。見て、男子、ちょっと。これ持ってって。はい。すいません。温泉卵の時間気をつけてね。あ、そうだね。うん、長居すんなよ、あんまりね。はい。あいちゃんが帰ってこない。やばい、21分だ。入れ卵出さなきゃ、入れ卵出さなきゃ。すいません。あ、全然、すいません。おお、温泉卵鳴ってるかな。湯上がり最高。めっちゃ気持ちよかったね。なあ、めっちゃ気持ちよかった。でも今日ちょっと暑くて41度くらいかな。あー、でも私の方全然40度とか。あ、ほんと。多分それぐらい。すっごい、わかる、これ日焼けがさ
痛すぎて俺なんでそんな白いねん無理だったもん、痛くてね、手首から肩はもう無理だった。おーおーいしょ、温泉卵になっているのか果たして。なあ怖い、落ちかねえ。携帯で割ろう。えどういう割り方おお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 絶妙。あ、薄そう、膜がすっごい上手く薄そう。え、膜薄そうだね。あ、すごい、うわ、怖っ、これ怖いやつだ、すげえ、ホワンホワンしてるのが見える。ほんとだ。あ、全然吸えば、もううんうんうまっ、ほんとに。あーおおージャストじゃん。ねえ、いい感じ。ぜ、絶妙な、絶妙な、やったー、ガガガガガガ、うわ、そこだけか、危ねえ、あー、膝調子乗った、調子乗った、アホすぎ、調子乗った、なんかいけると思った。プルプルだ、プルプルだ、ヒーおー、全然何の写真かわからん。うまっ、美味しい。Day of spring, and I just wanna sing to everything that's moving, every single little thing. To them birds flying free, fish in the sea, flowers and trees, every little bumblebee. I wanna sing.Kids playing hoops, going loop-de-loop. The rainbow-colored bouncy balls and their ice cream scoops. Got my shoes in my hand and my feet in the sand. I got 20 ducklings in a row like a little marching band. And they singあつ、平地あつ。よし、おやすみなさい。いや、グッナイト。私、あの地元民のおばちゃんと仲良くなって、いろいろお話ししてて、いや明日南の方に行くんだわって言ってて、あー暑くなっちゃいますね、どこ行くんですかって聞いたら長野市って言ってて、あ、ここら辺の人長野市でも暑いんだと思って。涼しい、長野は涼しいの、全域涼しいの。おじいちゃんと仲良くなってさ、今雨降ってます、いや降ってないよ、雨にも負けず風にも負けずだわみたいないや雨に滴ってる男はいい男っすから、おじいちゃんいい男っすねっつって、あはははみたいな、うまってんじゃん、なんか海賊みたいなおじいちゃん。